い、まいっちです。今回の企画はアンチ反撃ということで、まあ、いくつかアンチのコメントをちょっと読んで反撃していきたいと思いますけど、まず一つ目が、はい、顔変わりすぎ前の顔の方が良かった、まあ、ある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 だよね。デビューしてもう6年、もうすぐ丸6年ぐらい経つんですけど、まあね、20代の女の子が6年も経ったら顔もまあ若返ったり老けたりするだろうし、あと体重もねだいぶ変わったからそれでっていうのはありますけど、あとまあ美容もね頑張ったりするんで、私は前の顔より今の顔の方が好きなんですけど、これは、うん、一番書かれてる数多いと思いますね。顔変わりすぎまでは何か悪いって感じなんだけど、前の方が良かったっていう一言がつくとちょっとね、うんってなるね。若干、まあ、戻れないからね、前の顔には。本当にあなたの顔見していただきたいっていう感じになっちゃうんだけど、でも一番あるあるあるだなっていう、うん、多いですね、アゲハ特に。全体的にそのアンチのねコメントとかを逆に探しちゃうタイプで、こう新作とかが出た時に作品のレビューとかも星がマックスじゃなくて、全部読むんですけど、まず星の数が1とかのやつをさーって探して、そっちでグサってきてから褒めてもらえるコメントを読んで元気づけられるっていう、あんまり嬉しくないなってコメントも結構探して見ちゃうタイプだから、割と免疫あるかな。レビューでもしょっちゅう書かれる。顔変わりすぎでしょ、前のあの時のプロが好きだったとかもしょっちゅうあるから、全然もう免疫できてる気がする。体を見ているからなんでしょうけど、うん、東京でしょ、結構1年ぐらい前に撮った時のアンチのやつにもあったよね。やっぱアゲハの子ね、これも多いんじゃない、私じゃなくても。サイボーグとかもなんか書かれてたりするな、なんかでも悔しいっちゃ悔しいんだけど、でも東京って思われるくらい、あ、綺麗ってことみたいに私取られちゃうから、確かめてもらいようがないじゃない、触ってみないよってまあ今ってね、しかも医療の技術も発達して、まあ、多分柔らかいそういうのもあるかもしれないから、それもねなんかどうしようもないんだけど、入れた父のように綺麗って見てくれてるんだなってことで、これは意外と褒め言葉かもしれない、パンチじゃなく、うん、じゃあ次が、はい、天然ですよ、はい顔が無理すぎて抜けないこれもね、あるんだよね、あるんだよ。自分の作品を全く見れないのは、のに一個の理由として、自分のそういう顔を全く受け入れられないというか、もう苦手で見れないから、結構、まあ、普段の自分の顔に自信があるわけじゃないんだけど、特にそのプレイ中のとかお芝居してる自分とかの顔をちょっと苦手なので見れないからでもさ、辛辣だよね、だいぶね、顔変わったよりもひどいよね無理っていう声もありますね、声、あ、それもありました、声、ちょっと自分の中でコンプレックスまではいかないけど、自分の声も私あんまり好きじゃないから、まあ、うん、分かるよっていう気持ちそう、でもやっぱこういう一言一言で、あ、もっと綺麗になりたいなとか、割とポジティブに変換できるタイプかなと思うので、そんなに落ち込まないですけど、まあ、自分の好みの顔もこれに見てくださいっていう感じ本当に作品のレビューとかも結構むちゃくちゃなこと書いてる人結構いっぱいいるんだけど、作品の内容にイチャモンつけられる方が私結構ムカついちゃうかもしれないそう、私自身のことはまあ全然受け入れられるんだけど、やっぱ作品はね一日かけていろんな人の努力があっての作品なので、それに結構文句つけてる人がいるとちょっとイラッとしちゃうかな。基本何言われても全然通じないかな。はい、ちょっと何個かアーチ反撃してみましたなんか言いたいことがあれば、こちらのコメントにもアーチ、はい、受け付けてますので、ぜひぜひではないな以上、まいっちでした。せーの、こんにちは、せーのとネギです。
イエーイ。はい、ということで今日は YouTube とか TikTok で来る感じに答えていきたいと思います。イエーイ。自分の個人のインスタとか来たりしますか？来ないですね。なんかもうちょい2、3年前ぐらい来てた時もあったけど、うん、確かにね、若い時も来てたイメージ、うん、最近あんま来ないですね。なんかアンチっていうよりかは文句、あ、意見みたいな言い方ありがとうございます。文句もそうで、はい、セーナに関してはママだから、うん、ママに対しての、うん、意見厳しそうで、なんかちょっとね、そうですね、うん、賛否両論あるんで、うん、っていうのは結構あるあるかもしれないです、うん。それこそエッグ時代とかは多かったかもしれない、うん、あとなんか太ったりしたらアンチじゃないけど、太ったとかは、で痩せたりしたらなんか痩せたとか、なんか意見は来るけど、アンチは死ぬとかはないかな。死ねは結構来るかも。なんか特定の人がすごい熱量を持ってとかありますけど、うん、ちょっと本当にちょっとなんですけど、うん、来たやつ言ってってもらいたいんですけど、うん、まずなぎちゃんから、はい、眉毛が変なんか眉毛が変っていうか、なんかもうちょっと変えたらよくなりそう、うん、まあ、どういう風に変えたらいいの？これ以上どう変えるの？でも私自眉なんですけど、あの確かになんか形が自分でもこうずれてんなって時はあるんですよ。アートメイクも2回ぐらいしたんですけど、今瞑想してます。何がいい、どんな感じがいいんだろう。結構細眉かなと思ってたんだけど、そんな細くないってみんなに言われたから、え、じゃあ太いの、太すぎるのかな。でも今は極点です。今日、うん、嘘、前髪ないから余計見えやすいから結構気をつけてはいるんですけど、日によってちょっと形は変になっちゃうかもしれない、まあ、気をつけます。かわいそうな。でもう一個が、はい、なぎちゃん胸の位置どうなっとるなんか新しくあんま言われなくて、新しい、私包茎したんで、あの包茎した後3ヶ月間ってあのワイヤーあるものとかつけちゃいけないんですよ。ほんとニップレスのみで生活してて、多分形がこう下に見えたんじゃないかな、多分上にね。今は平気なんです。今は、はい、平気です。じゃあもう通常の形、通常に、はい、戻りました。それ以外はそんな来てないっていうか、あんま見たことないです。じゃあ次せいなちゃん、はい、やだ。ぴょなちゃんとのドッキリの企画に行こうかったんですけど、はい、この状況でヘラヘラするのやばい。この子いつもヘラヘラしてるよねみたいな。ヘラヘラ、ごめんなさい。かなちゃんのあの時の動画で言えば、なんで笑っちゃったのかもせいのわかんなくて、空気感が最悪すぎて笑うしかなかった。どうしようって思ってたら笑っちゃってても、なんか逃げに走ってました。確かにくりちゃんいつもなんか、あの笑ってるよね。あ、怒ってる時ないから、なんかいつもヘラヘラしてるんですよ。あっち、あっち。でも悪いと思わない、それ全然めっちゃいいと思うけど、何にこう気取ってるよりさ、なんかヘラヘラしてるよね。多分あの動画の時は、はい、怒られてる、あ、そういうこと、時やったから真剣モードだね。真剣モードの時に、あ、この子ってこういう時にも笑っちゃう子なのかな、嫌なのは見ました。やっぱドッキリ仕掛ける側だったかな、うんうんうん、あ、仕掛ける側だったのか、はい、結局仕掛けられ返しされてた。あ、そういうことに、はい、でもあれがガチなドッキリとかじゃなくて本当に怒られてる立場だったら絶対笑えないです、うん、確かに。あともう一つが、せいな顔尖りすぎじゃないえ、尖ってる、顔尖り、え、こうこっちかこっちか、なんか痩せて、うん、顎、うんうん、にあのヒアルロン酸入れてるって言われるんですけど、うんうん、何もやってないです。痩せたからここがさ、うん、なくなるじゃん、痩せると。だからこう尖って見えるよね、うん、でもそんなに見えるけどね。だから動画だとそういう風に見えるじゃない。うん、え、アンチ来たらやむタイプですか？いや、全然気にしない、うん、意見みたいな感じだから参考になるかもね、逆にね、逆にね、うん、周りからどう見えてるか、うん、って分かるから。
絶対気づかないでしょ気づかない気づかないそうだもんねでもなんか種類によりますね、うん、なんか意見系だったら全然直そうと思えるけど、うんうんうん、なんかこうなんだろう、うん、存在を否定するような感じは確かに嫌だね、なんかこう生々しく、うん、あとは刺さります。確かに確かに。でもな、はい、ということでアンチに反撃してみましたバイバーイ。ヒカルです。はい、今日はアゲハの TikTok とか YouTube とかに来てるアンチコメントに対して返答みたいなをしていきたいと思います。じゃあ早速一つ目いきますね。はい、なんか目の奥笑ってないでもなんかたまにちゃんと笑ってるけど疲れすぎて目に出ちゃってる目に出ちゃってるかもしれないけど本当に笑ってるけどなんか勝手にそう言われてる時も結構あります。勝手に目の奥笑ってないっていう判断を下される時も結構あります。確かに目の奥笑ってないってどういうあれなんですかね。わかんないかも。基準がちょっとわかんないけど、うん、ゲラだからよく笑うから確かに笑ってるイメージある。2つ目が、はい、体が細すぎて顔が大きく見える、はい、あ、下着とか水着とかの時にたまに言われるイメージ。肩幅がなさすぎてなんか肩に対しての顔が多分幅が大きいから結構それは言われます。直しようとかないですもんね。ないですないので、はい、そういうコメントはやめていただきたいですね、はい、じゃああと最後が、はい、髪の毛がいつもパヤパヤしてるパヤパヤなんか髪の毛前までエクステつけててでなんか後ろから見た時に境目みたいなとこが枝毛が結構出てて美容室行けてなさすぎて一時期やばい時期があってそれはメンテナンス不足だったのでちゃんと行くようにしたいと思います。でももうエクステはやめて今は地毛なのでトリートメントをしてサラサラになったと思うので前よりはちょっとマシかなと思いますということでなんかこういう指摘みたいなところは取り入れつつなんかシンプルな容姿批判みたいなやつはアゲハの子たちも傷つくと思うのでやめましょうやめてほしいですね。はいはい、ということで以上ヒカルでした。今日も動画を見てくださってありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いします。